バッシリカのファサードフルビエールのノートルダム大聖堂、あるいはフルビエール大聖堂はフランスリヨンのフルビエールの丘にあるバッシリカ式教会堂。現金により1872年から1896年にかけて街を見下ろす位置に建てられた。パリのサクレクール寺院同様、1870年のリヨンコミューンにおける 社会主義勢力に対するキリスト教勢力の勝利の象徴となっている。ピエール・ボスさん、ピエール・ボスさんによる設計は、ロマネスク建築とビザンチン建築、二つの建築様式の特徴を備え、当時としては、稀なことに、ゴシック建築様式は採用されなかった。素晴らしいモザイク、ステンドグラス、および使徒ヨハネのクリプトを特徴とする。バッシリカでは、 ガイドツアーも再行されており、聖美術館、ミュージアム・オブ・セークリット・アートも含めると、年間150万人の訪問客を迎える。ボッサンによるバシリカの最初の設計は、1843年のペスト流行200年記念に続く1846年に遡ると思われる。この時彼はパレルモにいた、ノートルダム大聖堂が建つ土地は、 かつてはトライアヌスによる古代ローマのホルム、ホルムウェトスフーラムビタスであり、その名前の由来となっている。フルビエールの丘の頂上に、バッシリカは印象的にそびえ立っており、リヨンの街の至るところから眺めることができる。結果的に、フルビエール大聖堂は、リヨンの街の象徴となった。バッシリカは主要な東四基、主老一基を備え、最上部に、 金色の聖母マリア像をいただく。特定の時間にはバシリカの北東に登ることができ、そこにはリオンの町とその郊外の眺望が180度開けている。アプスの東端とシュローフルビエール大聖堂は実際には2つの教会からなり、1つの教会の上にもう1つの教会がある。上側のサンクチュアリは大変装飾的であるが、一方下側は、 非常に簡素なデザインである。フルビエールは聖母マリアに封建されている。1643年のペスト流行からリヨンの町が救われたことを感謝して小さな教会堂が建てられ、19世紀中頃には200周年を記念して金の聖母マリア像が捧げられた。毎年十二月八日、リヨンは町の救済を聖母マリアに感謝して街中にキャンドルを灯し、 これは光の祭典ヘッドでリュミエールと呼ばれている。夜のバシリカ不婦戦争では、プロイセンの軍隊はパリを陥落させ、リヨンに向かって南進していた。教会で再び聖母マリアに祈りを捧げると、軍隊は停止し撤退していった。勝利を祝して、バシリカの建設が1872年に始まり、1884年に完成した。 内装の完成にはさらに時間を要し、最終的な完成は1964年になった。1982年には、ラジオフルビエールのアンテナが、塔に建てられている。フルビエールのノートルダム大聖堂は、1998年、リヨン歴史地区の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。